琉球勢いに乗りまして、その攻撃により反撃となるタッチダウンを上げることができるでしょうか。攻守の方向を変わりまして、琉球画面向かって右から左に攻める格好で試合再開です。ボールオンは琉球相手陣44ヤードから。試合再開となります。このパントはエンドゾーンにまで入りましてタッチバックとなりました。絶妙なパントでしたが、その転がりが良すぎてエンドゾーンに入りました。タッチバックとなった場合は相手チーム自陣20ヤードの攻撃という形に変わります。もしこのパントがその手前側で止まっていた場合は、磯野かなり厳しい陣地の状況でした。攻守変わりまして、磯野スーパースターズの攻撃となります。自陣20ヤードからファーストダウン10。ここで磯野はオプションプレーを選択しました。クォーターバックが持つか、あるいはランニングバックに託すかのオプションプレーを今度この場面ではランニングバックにピッチして託しました。25番右オープン展開しまして約5ヤードのゲイン。キャリア25番は宮部、北海道大学出身のプレイヤーです。磯野自陣25ヤードからセカンドダウン5。ファースターランニングバック35番ハンドオフを受けて中央突破。ディフェンスタックル殺到する中、見事なカットバックステップワークで左オープン展開し攻撃権更新です。磯野スーパースターズファースター。ランニングバック35番は東、京都工芸専任大学出身のプレイヤーです。磯野スーパースターズ自陣47ヤードからファースターダウン10。今度はランニング枠22番がハンドオフを受けて左オープンに展開。これもステップワークよく約6ヤードのゲインと変えています。ランニング枠22番は今井、金沢大学出身。磯野スーパースターズ相手陣に入りまして、相手陣47ヤードからセカンドダウン5。成功。ナイスキャッチ、ファースター。クォーターバック18番、プレッシャーを浴びながらワイドレシーバー4番にパス。これを4番キャッチアンドランし攻撃権更新としました。磯野スーパースターズファースター。鮮やかな動きでパスを通しましたクォーターバック18番は田中、岐阜大学の出身。4番石野も岐阜大学のプレイヤーです。そのスーパースターズ相手陣36ヤードからファーストダウン10。さあ抜けていきます。さらに行く。ナイスファースター。ランニング枠25番ハンドオフを受けまして左オープンに展開。
タックルをすり抜けるようにスピンムーブを繰り返し、相手陣ゴール前に迫る見事なランプレーで攻撃権更新としました。磯野スーパースターズファスター。磯野スーパースターズ相手陣4ヤードからファーストダウン2ゴール。エンドゾーンまで残り4ヤードの位置での攻撃です。これは琉球ナイスディフェンス。磯野35番の突進を琉球70番がワンハンドタック。このランプレーを見事阻止しました。素晴らしいタックルをしましたのは琉球70番の高橋、明星大学出身。磯野セカンドダウン2ゴール、残り4ヤード。これも琉球ナイスです。今度はトスを投げてランニングバックに右オープンのスイープレーで展開しようとしましたが、これも琉球58番が見事なチャージを決めまして約1ヤードロスに変えています。素晴らしい反応でロスタックルしましたのは琉球ガーデンライオンズ58番の山並、創価大学出身。磯野このゴール前の状況で琉球の踏ん張りにより2度攻撃を止められました。3度目の挑戦となります。磯野サードダウン2ゴール、残り5ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック18番プレイアクションからワイドレシーバー19番へのパス、しかしこのパスわずかにオーバーソーでパス不成功に終わりました。一つ攻撃権を失いフォースダウンとなります。そのフォースダウン2ゴール、残り5ヤード。フォーメーションを変えてフィールドゴールトライ、キックによる3点ゴールになります。フィールドゴールキッカーはクォーターバックの18番田中が務めます。このキック失敗、フィールドゴール失敗により無得点となりました。攻守交代です。琉球ゴール前に迫られましたがディフェンス陣踏ん張りまして、この攻撃を無得点に抑えました。そして攻撃権は琉球ガーデンライオンズに移ります。フィールドゴール失敗でしたので琉球自陣20ヤードからの攻撃となります。琉球ガーデンライオンズファーストダウン10。さあまずドロープレー、パスに見せかけたランプレーで中央突破を図りました。磯野ディフェンス陣集まりましたが約1ヤードの原因としています。キャリア33番は中本、関西大学出身のプレイヤーです。琉球セカンドダウン9、ボールオン自陣21ヤード。不成功。クォーターバック7番左に展開したワイドレシーバー3番にパスを投じましたが、これを磯野30番が見事なタックルでパスカット。磯野30番隅ディフェンスで躍動し、琉球のディフェンス攻撃のリズムを崩しています。琉球自陣21ヤードからサードダウン9、
この9ヤードをどのように突破するでしょうか。パス成功、ナイスキャッチ、ファースター。クォーターバック7番、内側に入ってきたワイドレシーバー3番にパスを投げ、3番これを見事にキャッチし、キャッチアンドランし、攻撃権更新としました。琉球ガーディアンライオンズファーストアンプ、ボールオン自陣36ヤードからの攻撃に入ります。さあそしてドロープレー、カウンターの形でランニング枠10番に中央を突破させました。約4ヤードのゲインとしています。キャリア10番は5夜琉球大学出身。琉球自陣40ヤードからセカンドダウン6、パス成功。クォーターバック7番、ワイドレシーバー12番にパスを通しました。攻撃権更新です。ファースター、見事攻撃権リセットのファーストダウンを勝ち取りました。ヒットを受けながら見事キャッチしましたのは琉球ガーディアンライオンズの12番のプレイヤーでした。素晴らしいキャッチでした。ここで琉球前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。琉球試合時間前半残り2分34秒となり、その時間を確保すべくここで1回目のタイムアウトを取りました。前半の残り時間、この第2クォーターの残り時間は全て使い尽くすと現在のポジショニング全てリセットという格好になります。そしてその攻撃権を生かすべくここで一旦琉球はタイムアウトを取りました。さあこのタイムアウトでどのようなプレーを選択する形になったでしょうか。試合再開となります。ボールオン自陣46ヤードから琉球ファーストアンテ、パス成功、ファーストまず最初からディープへのパスを投じました。クォーターバック7番、ワイドレシーバー9番にパスを投じ、9番倒れ込みながら見事にキャッチして攻撃権更新です。琉球ガーディアンズライオンズファースター、相手陣36ヤードに入りましてファーストダウン10の状況になります。パスを取りましたのは9番の篠宮でした。さあパス続きます。これも決まります。今度はワイドレシーバー3番がキャッチしまして約3ヤードのゲインとしています。ワイドレシーバー3番は池口、日本大学出身。琉球セカンドダウン7、ボールオン相手陣33ヤード。パス不成功、パス不成功です。クォーターバックダルマン、ここで右ロールアウトからロングパス、ターゲットは10番でしたが10番これをキャッチできずパス不成功に終わっています。ダウン1つ失いましてサードダウンに変わります。
前半残り時間1分48秒となっています。琉球サードダウン7、ボールオン相手陣33ヤード。ここでドロープレーを選択しましたが、これを磯のディフェンス陣が殺到しまして、ゲイン1ヤードにとどめました。琉球フォースダウンとなります。琉球フォースダウン6、最後の攻撃プレーを選択します。ギャンブル6ヤード前進しないと攻守交代となります。パス成功、ファーストダウン、ギャンブル成功。琉球ここでクォーターバック7番ミドゾーンへパス、ワイドレシーバー10番カバーされながら、これを見事にキャッチしまして攻撃権更新です。琉球ガーディアンライオンズファーストダウン。パスを取りましたのは琉球10番のゴヤでした。琉球大学出身。そしてここで琉球前半2回目のタイムアウトを取ります。試合時間は残り前半1分3秒となっています。前半戦終了間際になりまして、琉球にエンジンがかかってまいりました。攻撃リズムよくパス攻撃ランプ攻撃が決まり、今現在相手陣23ヤードの位置に迫っています。しかし前半残り時間は1分3秒、この時間内に得点を挙げなければこのポジショニングは無効となります。琉球これを生かすことができるでしょうか、磯野しのぐことができるでしょうか。まもなく試合再開です。琉球相手陣23ヤードからファーストダウン10。不成功。ここでクォーターバック7番一気にエンドゾーンに迫ろうというパスを投じようとしましたが、このパスカットされパス不成功です。パス失敗ですと時計は一旦止まります。従いまして試合時間残り57秒で止まっています。琉球相手陣23ヤードからセカンドダウン10。クォーターバック7番プレイアクションからパスを投じようとしましたが、このプレーを磯野75番が QB サック、プレーする前に潰しました。見事 QB サックをしましたのは磯野スーパースターズ75番のプレーヤー、見事な QB サックを決めました。たまらず琉球ここで前半最後のタイムアウトを使います。QB サックはランプレーと同じ扱いになります。従いましてプレーを始めるまで時計が回り続けるため、ここで一旦タイムアウトを取らざるを得ませんでした。琉球得点を上げる絶好の機会を得ていましたが、しかし先ほどのクォーターバックサンクで陣地押し返される形になっています。攻撃権更新に必要な距離が伸びた状況で、サードダウン16となりまして、この状況を迎えます。前半残り時間が46秒、どのようなプレーを選択するでしょうか。琉球相手陣28ヤードからサードダウン16。パス成功、ファースター。なんとクォーターバック7番見事に攻撃権更新となるパスを成功させました。ワイドレシーバー4番倒れ込みながら攻撃権更新です。
琉球ファースターの、しかし時計が回り続けます。琉球ファースターの手、ここでパスをスパイク、地面に叩きつける形でパス失敗としました。攻撃権が一つ失いますが、これで時計が止まります。前半残り時間30秒となりました。琉球相手陣11ヤードからセカンドダウン10、前半残り時間30秒、パス不成功ですがイエローフラッグ、反則が発生しています。さあこのフラッグどちら側の反則でしょうか。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、前パスが浮いている間に相手選手に接触しました。前パスが浮いている間は双方ともに接触して防いではいけません。この反則によりましてゴール前2ヤードの位置から攻撃権更新、ファーストダウンとなります。従いまして琉球相手陣2ヤードからファーストダウン2ゴール、前半残り時間24秒、パス不成功。クォーターバック7番、ここでプレッシャー浴びながらワイドレシーバー12番にパス、しかしディフェンスカバー厚くパス不成功でした。ダウン1つ進んでセカンドダウンとなります。琉球相手陣2ヤードからセカンドダウン2ゴール、残り時間前半18秒、パス不成功。ここでエンドゾーンへのパスを投じましたが、これも磯のディフェンス陣がカバーしましてパス不成功と書いています。ここで負傷者が発生しましたためレフリータイムアウトが入ります。前半戦終了間際非常に緊迫した状況となりました。残り時間11秒ですが琉球相手陣2ヤードの位置に迫っています。攻撃はサードダウン3回目の攻撃、あと残り2回の攻撃を琉球どのように使うでしょうか。まもなくその試合再開となります。琉球サードダウン2ゴール、残り2ヤード、さあパスを投げ捨てました。プレッシャーから QB サックを避けるためパスを投げ捨てましたが、この判定どうなるでしょうか。イエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。インテンショナルグラウンディング、不正なパスの投げ捨ての反則です。
パスの投げ捨てにはルールがあります。このルールにのっとらないあからさまなパスの投げ捨ては反則として扱われます。この反則が施行される形になる際、オフェンスの反則の場合、この残り時間少ない場合には10秒減算という形になるので、ここで残り時間4秒すべてを消化したという形になりまして、前半終了となりました。ここで前半終了です。磯野スーパースターズ13点、琉球ガーディアンライオンズ0点、磯野2タッチダウンリードという形で前半を終えました。序盤緊張を漂う琉球のその足元をすくうように磯野が着実に2タッチダウンを上げ、そのまま前半戦を終えるという形になりました。その終了間際、琉球も素晴らしい反撃を見せましたが、最後にそのプレッシャーからその攻撃を継続することができず、時間切れという形になって前半を終えています。この前半戦の攻防で双方ともこのハーフタイムで突破口を見出すことができるでしょうか。それはこのハーフタイム明けの後半戦の流れによって判明してくると思います。